こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ハッピーハロウィンって地味に見えない。ハロウィンです。ハロウィン、ハロウィンです。ポリス、ポリスですね。え、なんか面倒いな。こんばんは。ポリスって書いてるよ。ポリス。ポリス。ポリスでーす。ポリスです。ポリス、なんか上までボタン閉めたいんだけどさ、ここボタンが強制的になんかないんだよね。なんか手錠もあるらしくて、どうやるのかわかんないですけど、こういうことですよね。これなんか全部セットでした。これもこれもネクタイもこれも全部セット。そう、ウホウホさんありがとうございます。マリコさんありがとうございます。 YSS ありがとうございます。タカヤさんありがとうございます。バタボーさんありがとうございます。エイジさんありがとうございます。 B さんありがとうございます。吉本レッツさんありがとうございます。8は、あ、おもちゃ、マツさんありがとうございます。ハチもね、見てつけてるの、こっちこうやってそう、ポリスなんですよ。ポリス
でもこれさ、なんか肩がふわってなってて可愛い。スクショタイムだっていいよ。そう、眉毛しっかり描きました。前髪上げるときはね、眉毛しっかりですね。警察っぽくない。ね、ハロウィンね。ギャルっぽい。そう、ギャルなんですよ。ギャルです。本物みたい。え、本当？全然本物。こんな感じ？こんなスカートの警察官いる？渋谷に行ってほしい。じゃあ行っちゃおっかな。だって今日だもんね、ハロウィン本番ね。行っちゃおっかな。じゃあ絶対行かないけど、行きませんけれども、似合ってる。だってありがとうございます、嬉しい。じゃあ渋谷に行っちゃおっかな。ひとっ飛び渋谷にひとっ飛びして、いろんな人を逮捕してきたいと思います。自分でギャルって言うんかい。だって、いやギャルじゃないんですよって言ったらさ、いやギャルだよギャルだよってなるからさ、もう認めちゃう。ギャルです。3日の仮装、その日しか。そう、3日はね、その日だけですね。3日だけです。エイジさん、ありがとうございます。もうちょっと赤足した方が。見て、ズボン履いてるの、下長ズボン。みんなが期待してるようなさ、下半身じゃなくてごめんね。思いっきりズボンです。思いっきりズボン。いやみんなさ、全身見してとかなんかちょくちょく言ってたりさ、なんか全身見てないから似合ってるかは何とも言えないとか書いてたからさ。なあ、ズボンですよ。ガードバッチリですよ。みんながね、どんなものを期待してると思ってる。いやなんかミニスカートでなんか、え、見えちゃうよ見えちゃうよって言いながら、本当は中を見たいっていう人とかもね。お腹痛お腹痛とかもいたりとか、胸元やばいよとかね、言う人とか最近多くて、なので私はねバッチリもう息が詰まるくらいに、見てください、もうどこも空いてませんってズボンです。ズボンでございます。完璧です。そう、私のルームにはねよくいるんですよ、そういう人が。ね、今日はねなんか企画を考えてて、え、なんかさ、ママがこれも買ってきてくれたんだよね。
なんか本当はこうやって書き上げてたの、こうやって書き上げてたんですけど、もうでも不安ってなくなっちゃった。安全レベルマックス。いやそうよ、どこも危なくないっていうね。もうね、生配信は事故がつきものだし、仮装っていうかコスプレなんてね、事故現場なんで。最初はこうやってこういう感じです。いやでも全部上げた方がいいのかな。ギリギリ攻めよう。え、攻めないよ私は。じゃーん、なんか上だけポリス、あ、頭だけなんか違う人です。これどうつけるのが正解なんだろうね。こうかな。でも渋谷にさ、いや本当？じゃあ渋谷行っちゃうわ。渋谷にいそうですか？私？やだー。どういうやつですか？じゃあ行っちゃおうかな。どうですか？あ、渋谷でインタビュー。イエーイって言ってそう。でもこういう時期だからこそ、なんか私が取り締まっちゃうぞっていう感じで渋谷に来ちゃいましたって。じゃあインタビューしてくるね。感染者数って分かりますかって言われたら、そうですね、でも最近はやっぱりお仕事とかでなんかテレビが見れてないんですけど、でもすごい二十何人とか急に減ったなーとか思ったりしてて、実際のところはどうなんだろうっていう若者の意見もあったりしますね。はい、はい、あ、今回のコスプレですか？毎年渋谷のは渋ハロ来てますって聞かれて、あ、待って、やり直し。毎年渋ハロ、今年が初めて で何もわからないことばかりですごい混乱してるんですけど、皆さんがすごい話しかけてくださったりとか、フリーハグとか私してるんですけど、あの記者の方もします。はい、あ、でもポイントとしてはこれ角とかもあるし、あ、いて、あるし、あとはね、このじゃーん、こうやったら一気にポリスってなります。で、手錠もあります。あ、いた、あって、で、まあ人によってこうやこれで写真一緒に撮る人もいるし、これで写真撮る人もいますし、いろいろです。はい、ありがとうございました。ハッピーハッピーハロウィンウィン。はい、それではですね、今日は私は企画を考え、これどっちがいい、どっちがいい、あ、じゃあとりあえずさ、なんかあの顔がブサイクにさならないうちにお写真を撮ってください。スクショタイムってやつ、いいよ、撮って。はい、いい感じです。まあどっちがいいですか、これで、まあポリスだからこれで出勤です。はい、まあ私なりにね、はい、
なんかさ、今日写真漏れなかったからさ、なんだろう、インスタに写真、インスタじゃない、SNS？ あー、もうめんどくさいな、髪の毛も。あんま髪触りたくないんだよね。ま、これでいきましょう。はい、ということでですね、でも邪魔くさいな、ロングはい、私は今日は企画を考えてまいりました。果たして題して、私の大好きなお菓子、イエーイ意味わかんない題名ですけど、まあめちゃめちゃあって、11種類買ってきたので、まあこんな感じ、11種類買ってきたので、待って、インパクト1個多すぎ、11個買ってきたので、そのまあじゃあ最初は、じゃあ 5個、12345678910、12個だ、だから6個で紹介していきたいと思います。まあ主にちっちゃい時に懐かしいなみたいなおもちゃ、あ、まあじゃあもう、じゃあ上から順に行くか、上から順、中学校とか高校生ぐらいはずっとこれを食べてました。じゃん、カプリコの頭。カプリコみんな食べたことあります？そのカプリコのあのコーンじゃない、コーンの下の部分、コーンの下の部分、あ、コーンの上の部分なんですけども、実際に開けて、ちょっと急に出てきたね。じゃーん、こんな感じにあるんですけど、こんな感じ、いちご型になってて、いただきます。うん、本当にカプリコの頭の味がします。うん、味がします。これは美味しい。これはなんかスーパーとかにあるかな、だいたい。でもどうだろうね。これおすすめです、カプリコの頭。はい、めんどくさいんで全部ぶち入れます。はい、でこんな感じで、次、これだね、あ、これかな、じゃーん、タラタラしてんじゃねえよ、タラタラしてんじゃねえよです。これはですね、本当にでも小学校の時とか、もう小5小6から今も全然食べてるんですけど、これはめちゃめちゃ好きです。もう中学生の時とかはコンビニ行ったら絶対にこれを4袋ぐらい買って食べてましたね。じゃあいただきたいと思います。なんかど、え、あざとー、あざとー、うん、辛い、でも癖になるんだよ。うん、癖になります。なのでこれを最後にフフ全部食べても30カロリー。
いや、これは本当に癖になる味です。なんかイカを辛くした感じで、で、なんていう味だろうこれ。イカを辛くして、でプラスこのタラタラしてんじゃねえよの味があります。これは20円ぐらいだし、30円かね今で。めちゃめちゃ美味しいです。これは本当におすすめ。これは本当にちっちゃい頃からもうずっと食べてるね。でちっちゃい時はなんかめちゃめちゃ汚い食べ方なんだけど、なんかちっちゃい時って本当に意味わかんないさ、あのなんか女の子してたからさ、私なんかね、この辛いのが嫌いなのにこのタラタラしてんじゃねえよがめちゃめちゃ好きだったのね。だから水を口の中に入れて、これをねずっとなんかね口の中でね水と含ませて食べてたの。やばいよね今考えたら。とかなんか頭おかしいことをあのしていましたね。じゃあでもなんだろうね、なんか記憶にある、なんだろう、これかな、ベビースターラーメン。これはみんな知ってる。うわ、あざと、あざと、これ知ってる。これは本当にちっちゃい時もこれ食べてるの覚えてた。なんか私結構ちっちゃい時はずっと車に乗ってたんですけど、なんか育児放棄とかじゃなくて、なんか車でよく移動とかしてたんですけど、なんか車の中でこれをめっちゃこぼして怒られた思い出がめちゃめちゃある。だからなんか記憶にあるのは、だいたい後ろの席に乗ってたんだけど、その後ろの席の車のなんか隙間とかにこれが絶対ね、これが絶対あの挟まってましたね。これはわかるでしょ味。これはね、これはみんなわかるでしょ。チカチカチカ、うん、これはチキン味ですね。うん、これは美味しいよ。うん、なんか何味って言いにくいよね駄菓子って。3、次、あ、また出てきた、じゃーん、かば焼きさん。かば焼きさんですね。これはあのなんだっけ、歯が折れそうになる食べ物ですね。でもこれめちゃめちゃ美味しくて、なんかお祭りっぽい味しない？もう久しぶりに食べるのこれ。なんか匂いはなんか焼肉のタレと酢を混ぜた匂い。あ、硬くない。うん、うん、え、おいしい。あ、かっか、うん、ふん、これは1枚全部食べちゃっていいかな。薄いね。なんかポリポリみたい。醤油みりん糖で、
なんか焼肉のタレでめちゃめちゃ味付けしてる感じで、本当にこれ美味しい。これもみんな知ってるよねきっと。パリパリとしなしな、え、そうなの？じゃああと1個、ラスト1個でどれにしよう。じゃあこれにしようかな。じゃーん、いちごつみラテ、いちごつみ。保護者の方へ、この度はいちごつみをお買い上げいただきありがとうございます。おまけの君ならどうするシールはいちご畑の仲間たちが書く日常のシーンで、もし自分ならこの後どうするかをお子様が自分自身で考える内容としました。あえて答えは書いておりません。お子様の考える力を生むきっかけを作り、親子の会話のきっかけ作りの人助けになれば幸いです。人助け、人助け、人助けになれば嬉しいです。だってそだてよう考える力シール全20種類って書いてる。もし自分ならこの後どうするか、どういうこと、何をどうするの、これはどういうやつ、何何何、何をどうするか。待って、育てる、育てよう考える力、16歳になってもまだ育てられてないんですけど私は。あ、そういうことね。お友達とお友達といっぱい遊んだよ、今日はこれでおしまい、君ならなんて言う。だってお友達といっぱい遊んだよ、今日はこれでおしまい、おやすみかな。え、何、どういうこと。お友達といっぱい遊んだよ、そういっぱい遊んだね、今日はこれでおしまい、おしまいか、そうなんだじゃない、そうなんだじゃない。え、君ならなんて言う。え、やっぱ純粋な心を取り戻したらもっと遊ぼうかな。え、でもさ、友達はさ、もういっぱい遊んだから今日はもうこれでおしまいねって言ってんのにさ、もっと遊ぼうって言ってる。うわー、この子ダリーはどんだけ元気あんの、早寝ろやみたいになんないかなって私考えちゃって、あ、じゃあ明日ね、また学校でってなるかも。はい、まあ人それぞれ。えー、すごい、じゃーん、見て見て見て、落ちなさい、落ちません、イエーイ、あ、落ちません、見てこれ、はー、じゃ全部一気に食べたらどうする。これって、これはまずもう匂いがいいですね。まずチョコレートの匂いが来て、で表側はストロベリーチョコレートの匂いがしますね。でこれも本当にうまくできてて、こうやって私イチゴやったじゃん、こうやっていちごはあの垂れ下がってるじゃん、草草っていうか枝みたいな、だからこうやってうまくちゃんといちごの形がこうやって、ここがあれでこういちご狩りでピッてやるんですよみたいなね、ちゃんとしてる。でこれを1個、危ない、これ3歳児に食べさせたら呼吸困難になっちゃう。おいしい。これをね、いかにここに全部めっちゃ涙目なってる。はい、まあということで、まあそういう思い出がありますね。ちょっとタラタラしてんじゃねえか、忘れられなくて食べます。こちらがもう一押しですね。これは本
してる。なんか発売停止になられたら泣きます。なんかね、うん、なんかこれね、これさ四角いじゃん、今こんな感じに四角いじゃん。なんだけどなんですけど、あのなんかドン・キホーテとかに行ったらなんかこれの大容量サイズみたいなやつがあって、それはスティックなのね。スティックのは結構硬いし、あんまり辛くない、これに比べて。なんか乾燥感じるかだけかもしれないんですけど、なんか私的にはなんかそんなに辛くないのかなみたいな、こうね思ったりしちゃいますね結構。はい、そうですね。あと1個ですね。じゃああと1個はじーんじゃんじゃん、おやつカルパスです。これは1個10円で売ってるんですけど、これだけで10円なのね。これは本当にカルパスって感じ。なんかね、ワンちゃんの犬の餌の匂いがするってよく言われるんですけど、これは本当に美味しい。これ本当に美味しい。お酒飲んでる人絶対好きだと思う。なんかおつまみっぽいもんね、これ。ほら、犬がめっちゃ反応するでしょ？ほら。ほら。ね！これは、本当にカルパス。なんかね、私結構カルパス系好きで、なんかあのセブンイレブンのさ、あのお腹いてセブンイレブンのさおつまみコーナーみたいなところあるじゃないですか。そこのカルパスとか結構食べたりってなんか万引きしてるみたいだけど、食べたり買って食べたりとか、あとなんか丸いやつ、丸い薄いなんかスライスのやつとか結構食べたりするんですけど、セブンじゃないやつとか食べるんですけど、やっぱこれが一番安定に美味しいって感じで、私これはなんか結構ちっちゃい時はこれをなんか10個買うとかが好きで、コンビニ行ったら10個買うとか15個これを買うとかしてたんだけど、中学生になってからはこれが箱で売ってるんですね。もうあのコンビニとか行っても箱ごともレジに持って行ったりとか、もう箱ごと新しい新品の箱をくださいって言って箱ごと買ったりとか、これは本当に箱買いをしてる商品ですね。今は本当にほぼ箱買いでも、これ久しぶりに買いました。最近味忘れてたんだけど買いました。でここがね、絵がねいろいろ違うんですよ。いやそう、これでも箱で買っても1個10円だから、え大吉だって、大吉って書いてる。でもこれ箱で買ってもねそんな安いですよ。だって10個で100円だから、うん多分1000円とかじゃない？それはないか。これは本当におすすめです。そうそう、ドンキに箱で売ってます。お母さんがよくねドンキで買ってきてくれたりしました。まあこれで半分ですね。はい、
じゃあこれ1個目これでしたね。これはね本当に美味しい。なんかカプリコが好きな人は絶対にこれ好きだと思う。なんか私も結構コーンが好きだから、そのコーン目当てで買ったりしてたんですけど、でもこれコーンなしでもこれ、あ、こちら美味しいし、お、危ない、美味しいです。でこれは結構みんなもうねおなじみのベビースターちゃん、これはもうみんな知ってるよね。でこれいちご摘み、そう、むせないで食べてくださいっていうやつですね。そうで、タラタラしてんじゃねえよと、あと釜焼きさん、かば焼きさんと、あと一口カルパスで、一口カルパス100均にね、なんか10個入りとかのやつが売ってるんだ。10個入りかな、15個入りのとかあるんだけど、あれな、中がこんぐらいにちっちゃい、半分2分の 1.5 ぐらいのサイズなので、皆さん気をつけてね。でもね、美味しいですよ。科学大佐さんありがとうございます。マイジャパンさんありがとうございます。きよしさんありがとうございます。いちご摘みでむせた人初めて見た、やった、あなたの初めてになっちゃった。おいでやす、ごめん遊ばせ。ハロウィン、あざとい、だって、え、今のがあざといの？何も知らずにあざといことしちゃってた、てへぺろ。なんかさ、あざといだって、あざといの私って嬉しい。わから、あざとい人ってさ、本当にわかる、寒いな、あざといって本当にわからずにあざといことしてるのかな。取り締まられたいだって、取り締まられたいんですか、しゃっくり出るんだけど、取り締まられたいの、じゃあ何かすごい悪いことをしないとですね、犯罪をしないと取り締まれないですよ、私も職業なもんで、はい、じゃあさ、私がもし警察官になったらさ、みんな取り締まられたいって言ってさ、私の人全員犯罪を犯すのかな。そうなったら私ってさ、警察絶対向いてないよね。何もしてなくても取り締まられたい、いやそれは危ない人ですよ。レイちゃまに縛られたいなって、いやめちゃめちゃガチで縛きますよ、もう生きて帰ってこれないと思ってください。交番毎日行きそう、待って、業務妨害、業務妨害、毎日来たら業務妨害よ、毎日来る、お仕事行かないと。職務質問、あ、職務質問は、職務質問はですね、自分がこの人にしたいなと思う人にばかりしようと思います、もし警察になったら。落とし物なしなくては毎日交番に行きます、じゃあ私は交番には立たないで裏方の仕事をします。最近は職務質問、女の人ね、女の人ね
2人組とかにさ職務質問とか全然ありますよね。私も女の人にされた。私じゃないけどね、私の周りの人。取り締まられたいが来るから。いや、取り締まられたいやばいですよ、やめてくださいもん。え、私に取り締まられてさ、そんなに嬉しいことあります？レイちゃまに捕まえられたい。あ、いたいたいた。あ、なんかかゆっ。交番で毎日話したい。あ、じゃあ私喋りません。じゃあ喋りません。塩対応警察官。取り調べ室です。室清さん、ありがとうございます。いい二の腕やだって。うわ、レイちゃまの二の腕、いい二の腕やと思った。ほんと嬉しい。ムチムチしてるからね。ブレイちゃまに踏みつけられたい人多そうだって。いや、それはやばいでしょ。それはちょっとねえ、踏みつけられたいって、なんかキリスト信者じゃないか確かめるみたいじゃんね。なんかね、あったよね、キリスト信者か確かめない、確かめるためにさ、なんかイエス様のなんか絵かなんかを地面に置いてみたいな。踏み絵踏み絵。家族で仮装したことある？え、ない。家族全員はないかな。え、そんなしない。握手会でもう二度と来なくていいからって叱られたい。もう二度と来なくていいわって言ってあげます。踏み絵ね、踏み絵懐かしいね。懐かしいって、ね、なんか昔の人みたいだけど。なんかみんなさ、めちゃめちゃ縛られたいとか逮捕されたいとか、それガチで言ってる？本当に来なくなったら、いやもうそれはそれまででしょ。本当にみんな言ってる？それガチガチなの？みんなすごいド M だね。ド M？ ド S？ ド M？ どっちだ？ド M か。でも私そんな縛りつけたいとかっていう人でもないしさ、縛られたいっていう人でもないから。すごいね。じゃあちょっとカプリコを食べながら話そうかな。え、皆さん今日さ、なんかさ、今日皆さん何しました？え、見て、かわいい。ちょう、
ちた。落ちた。じゃあもうそろそろまだが、じゃあもうそろそろ第2弾の話をいこう。話じゃない、お菓子。じゃあね、後半戦お菓子タイム、イエーイ、イエイ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 、ウォーウォー、いきます。じゃん、大丈夫、当たってないよね。ハチのここら辺でやっちゃった。あ、あ、あ、いきます。セボンスター、セボンスターです。これはここの絵にある通り、もう本当に私は女の子だったんですよ。なんかね、こういうやつを、なんかこれは中にこのお菓子と多分このなんか宝石が入ってて、宝石っていうかなんか偽物なんですけど、おもちゃみたいなが入ってるってい う, もう女の子は多分みんな買ってるんじゃないかな。懐かしい。これ全20種類あるわけですよ。でチョコレートが中に入ってるんだよね確か。でこれはほ、これは多分、でも私なんか意外にそういうなんか物心つくのが遅いっていうか、遅いっていうかめちゃめちゃこれ前から買ってたんだけど、もう一回こういうのを買いたいと思い始めたのが小学生とかの時とかもあって、だから小5とかで2回ぐらいかなこれ買ったことあるね。でも大体はこれ小3、小2とか小1の時はなんか本当にあのリアルに太鼓の達人しかやってなくて、学校ちゃんと行かずに太鼓の達人しかやってなかったから、あの本当に私幼稚園卒園して1年間は太鼓の達人の修行をしてましたね。で太鼓の達人を修行して、で小学2年生からはもう1日も学校に休まず行って、でも行事とかもちゃんと行くし、もう授業すらあのもう門待ちするくらい、学校のさ校門正門みたいなのが開く前30分ぐらいからその門待ちをしたりとかしてるぐらい、6時50分くらいだから7時15分くらいに門が開くのに6時50分とかに並んで行ってたりとかしてたんですね。だから本当に小学2年生くらいの時、あ、かわいい。私はこれが、あ、これがお菓子なんだけど、これなんかアイスクリーム、かわいい。え、そう、小学1年生の時はあのなんか友達がいないから行きたくないとかじゃなくて、ただ私は太鼓の達人のゲームをしたいがために学校を休んでました。でも友達はちゃんといたんだよ。小学2年生からもね、私小学生の時はねボスだったんですよ学校の小学生は学校のボスだったんですよ。だったから毎日学校行くのめちゃめちゃ楽しかった。かわいい。これネックレスでしょ多分。こういう感じじゃない？こういう感じです。かわいい。ゲーマーかよ。いや本当に太鼓の達人めっちゃだから小学生の時うまかった。で中身のお菓子はなんだろう、チョコってどういうやつ、なんかあれかな、ハーメスみたいな感じかな。あ、うまー、普通のチョコだ、普通のチョコ。あ、チョコの匂いする。うーん、
チョコや。でも結構甘めのチョコだね。うん、うん、多分ちっちゃい子用に結構甘めのチョコだ。私が出たのこれかな。そうだからこれはで幼稚園とかの時かな、これ買ってたんですね。ちょっと喉乾くね、甘いものばっかだとね。20種類あるらしい。そうじゃあ続いてもチョコ系ですね。じゃーん、これ知ってるでしょみんな。これはさ、なんかスーパーとかにさ、なんかこう、真ん中に丸い筒みたいな、こういう、あ、本当にそれこそこういうのがあとさ、あ、こういう感じでさ、こうなってさ、ここにどんどん積み重なっててさ、いやこれは本当に幼稚園とかの時から食べてた。これは本当に懐かしい。なんかね、もうこれをずっと手に持ってこうやって、いや腕通してたかな、多分通ってたかも。これずっと持ってこうやってね、一個ずつこうやって食べてた。懐かしい。そうそう、マーブルチョコみたいな感じ。これめっちゃ懐かしい。これ薬みたいにこうやって開けていくんだよね。へえ、じゃあどれにしよう。このなんかじゃあ茶色のチョコっぽいの食べようかな。懐かしい。うん、本当にマーブルチョコみたいな感じだね。これここまで食べないと落ちちゃう。ああ、なんか落ちちゃう。うんふん、2個食べた。わなげチョコレートだって。輪投げ懐かしい。なんかさ、なんか小学生の時とか思い出すと懐かしいね。でも言って私小学校とか幼稚園のさ記憶全然ないんだよね。だからママがこれよく食べてたよって言って、これもこれもって言ってたんだけど、私あんま覚えてない。いきます。じゃん、チョコベイビー。これ知ってるでしょ。これも本当にちっちゃい時にずっとこうやって片手に持ってたなんか記憶がある、自分の中でね。お腹痛い。なんか自分の中でお腹痛い、自分の中で片手にこうやって持って食べてたイメージがある。懐かしい。なんかこうやってね、私の食べ方はこうやってここをこうやって開けるのね。でここにこうやって乗せて食べてたりしてた。ここにこうやって乗るじゃん、こうやって乗るのよ。でこれ一個ずつこうやって食べてたとか、こうやって食べてた。あーって懐かしい。とかここ取れるのね、こうやってこうやってあーってやって食べてたりしてましたね。さすがに今やったらやばいでしょ、こうやってやべえか。食べてました。
そう、幼稚園とかの時も食べてたかな。懐かしい。なんかこれはめちゃめちゃ食べてたらしい私。でもあんまり記憶ないんだよね、これも。うんね、これはみんな多分知ってるよ。じゃーん、コリスフェラムネブドウ。コリス、これ笛が鳴るやつ。これはなんかパパがね、なんか記憶的にはパパかな、パパがこれこうやったら笛鳴るんだよって言って教えてくれてハマったお菓子だと思うんだよね、多分。これは一回食べちゃったらあのさ、めっちゃあの時間かかっちゃうから食べないけど、今回はね、なんかぶどうのグレープの味がして、こうやって唇にほーってやってってなるんだよ。いや、わかんない、わかんない、知らない人いる？知ってるっしょ、これはさすがにね。うん、やっかすぎ。うん、懐かしい。吸ってもなるね、これおもちゃ付き。うん、何これ、怖いんだけど。男の子用のおもちゃ箱って書いてる。なんか生き物かなんかじゃない？ここでじゃあ買っときます。懐かしい。あ、落ちた。ここで買っときます。で、次はじゃん、チョコビ。このチョコビはクレヨンしんちゃんが、クレヨンしんちゃんって知ってます？クレヨンしんちゃんのアニメの中で出てくるお菓子がチョコビなんですけど、なんかしんちゃんがチョコビめちゃめちゃ好きなんですね。で、私クレヨンしんちゃんは中学2年生とかまでずっとハマってて、中1とかかな、中1の部活が休みの日はこのクレヨンしんちゃんを YouTube で見ながらお昼ご飯を食べたり夜ご飯を食べたりとか、一日中クレヨンしんちゃんの動画を見るっていうのがすっごい好きで、これは多分小学生とかの時に食べてたんですけど、もうなんか、あ、クレヨンしんちゃんのが好きなやつだ、え、現実にあるんだと思って買ったのが多分きっかけなんだよね。でもなんか味的に言うとなんかクッキーとかじゃなくて、なんて言うんだろうね、なんかサクもしないしガリもしないし、なんかパサカリみたいな、パサとカリの間のなんか湿ってるせんべいをちょっとからあの天日干し一日しましたみたいな感触で、チョコ味なんだけど、本当にこれ美味しい。そうで、これシールのラインナップってシールがこれ確か入ってるのね。私このシール大好きで、なんかね飾ってた、あのね、あのハサミに貼ったりとかしてましたね。うん、あ、落ちちゃった、頭に買ってたやつ。これは本当に好きでね、なんだろう、ひまわりじゃない？あ、違った、
しんちょんだ、しんのすけって書いてる。かわいいの、例えがうまい。え、ほんと？しんちゃんはみかんをこたつで楽しむタイプだぞ。みかんは栄養たっぷりだから風邪よるになるんだって。だって、かわいい。これどっか貼ろう。あ、携帯に貼ろうかな。携帯に貼る。私しんちゃん、クレヨンしんちゃん本当に好きなのよ。なんかクレヨンしんちゃんと結婚したいな。クレヨンしんちゃん本当にね、いいんですよ。お腹痛い。これお腹の調子が悪くてね。これです。どこに貼る。ここに貼っちゃおう。携帯ケースに貼りました。そう、本当にクレヨンしんちゃん大好きで、あれ、なんかクレヨンしんちゃん本当に大好きなんですよ。なんかなんかカクカクするね。なんで、まあいっか、これで。そう、まあとりあえずしんちゃんが好きなんですよ。チョコビはね本当に美味しいの。なんかチョコビの匂い、うん、うん、味と匂いはあれに似てるね。あのさ、赤色でさ、なんか赤色で全、もう袋全体が真っ赤で、でなんか中がポップコーンみたい、なんか本当にこういう感じのさやつでさ、なんか蜂蜜っぽいやつあるじゃん、赤いやつで。それの味と一緒だわ、味的には。わかる？なんかあれ、まあそれの味がします。とりあえずキャラメルコーンで最後、じゃーん、ヤンヤンつけ棒。これ知ってる人いる？ヤンヤンつけ棒、ヤンヤンつけ棒知ってる人います？これ、あ、落ちた。ひよしさんありがとうございます。これヤンヤンつけ棒本当に大好き。ヤンヤンつけ棒ちっちゃい時にずっと食べてた。これは本当にいろんな思い出がある。初めて見た？ヤンヤンつけ棒の中身は、待ってね。わあ、落としてしもた。中身はこんな感じ。なんかここがなんかデコレーションみたいなできるんだけど、でここがクッキー棒みたいな。でここが固まってるの、チョコが。ほらこんな感じで固まってんの、硬いのここが。でこの3つが入ってて、でこのチョコのとこはまずね手でこうやって温めるわけよ。でチョコをこうやって溶かしていくのね。そうでさ、ここのやつってね、これめっちゃね、あの開け方によってはパーンってなったりするのね。で私よくさ車に乗ってるの、乗ってたって言ったじゃん。で車に乗ってる時に大体お菓子とか食べてたのね、移動中に。あ、そうそう、いい感じになってきました。だから車の中これだらけにして、開けた瞬間にお母さんとかに怒られるんですよ。そうで、こうやってここにこうやるので、こうやってつけるのね。もう好きなだけつけていいの、こんな感じで。でここでこうやってトッピングつける。あ、落とした。おいしい、おいしい。うん、車で食べるのはこれ本当に向いてない。本当にこれ美味しいよ、こうやっていっぱいつけて。うん、ふん、うん、うん、ふん、
これは本当にいっぱいつけたもん勝ちですよ。お腹痛い。うん。そう。なんかさ、後半さ、あのチョコ系すぎたね。ちょっとこれ食べるわ。待って、口がチョコすぎてちょっとこれ食べさせて気分悪くなっちゃう。でも私チョコ系が好きなんだね。こうやって見たら、それかチョコ系かさ、おつまみ系が好きじゃないね。私チョコかおつまみしか食べないんだね。お口直し。うん。うん。八。食べるよ。こんないっぱい食べるよ。ああ。ASMR。 聞こえる？ ASMR 聞こえましたか？ ASMR 聞こえる？ ASMR。 聞こえる？これイヤホンしないと聞こえないやつなのかな？言った代わりにちょっとボリボリ食べさせてください。はい、終わり。終わりですね。見て、なんかおかめ納豆みたい。前髪ね、切っちゃったんだよね。
にゃんにゃん猫、にゃんにゃんにゃん猫猫ちょっと、おちょっとちょっと、これさどう、なんかさ今日さ後ろにさ止めてるんだよ。それで TikTok 撮るって、え確か撮ったはず。これ猫、猫、猫です。猫ちゃんちゃんちゃん、猫ちゃんちゃん、猫ちゃんちゃんちゃん、猫です。かよ、眉毛かよ。猫です。なんかさ配信の画面がおかしいの、私だけ？なんか配信の画面がおかしい。ハッピーハロウィンって見える？そう後ろ飾り付け、わたぼうさんありがとうございます。ブー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 ブかわぶいだって、ありがとうございます。はあ、来月はお部屋をクリスマス仕様にするの、どうだろう、時間があればって感じですかね。めちゃめちゃね、あの飾り付き時間かかるんですよ。なんかまず2階から1階にあのクリスマスツリーを持ってくることでさえも時間がかかるし、あとね、あ待って、充電がないんじゃない？なんか皆さん私に質問ありますか？
質問があれば受け付けさせていただきます。これもう一回食べます。うん、あ、答えられる限り答えてくれる。うん、もちろん質問があったら。じゃ一気に答えていくね。じゃ質問がここのコメント欄にたまったら答えていきます。なんかね、これさ結構浅いのね。こんくらいしかないのだから、あ、折れた。これさ、まあさ、チョコに、あ、棒のクッキーに対してチョコが多いわけね、結構。だから余ったチョコとかね、こうやってちっちゃい時手にこうやってね、うんって舐めてた。ちっちゃい時。うん、質問は、最近買ったもの。最近お洋服とかが多いかな。え、どういう系のお買い物かな。お洋服とか、お洋服かな、あとはコスメとか。うん、服だね。うん、服。服です。服を買いましたね。いやでもさ、服とかさ、なんか買えば買うほどさ溜まってっちゃうじゃん。だからなんかあれだよね、なんかさ一回お腹痛いの引いたらさ10分後ぐらいにさ急激に痛くなるさ、このなんか竜みたいな、なんかそういう CM あったよね。それが来るんだよね。だからさ今日もさトイレから一旦離れたらさめっちゃ急激に痛くなって、またトイレ戻ってっていうのめっちゃ繰り返してた。そうで、次の質問は、折れるの、あ、それは質問じゃない。味噌ラーメンと塩ラーメンどっちが好きですか。うん、味噌。あ、うん、ひだあやさんだ。本物って書いてる。見てるかな、まだ。え、いつだろうこれ。めっちゃあれかな、前のかな。ひだあやさん見てるかな、まだ。見てるかな。あ、見てくれてる。猫ちゃん、恐れちゃん、本当ですか。かわいい、これ。ふわふわしてる、かわいい、これ。めちゃめちゃ久しぶり。めっちゃ会いたいです。どこにいるんですか、ヘダーヤさん。どこにいるんですか。やばいけどさ、めっちゃ全然会ってないんですよ。いつだろう最後会ったの。本当に全然会ってない。2ヶ月、いや結構本当に8の日のレッスンが本当に最後なんじゃないみたいなレベルで会ってないんですよ。そう、レイちゃんの家の前。やばい、やばすぎ。ストーカーじゃないですか。家の前は怖すぎ。家の前ウケる。ひだあやさんコスプレしたのかな。いや、ひだあやさんはさ、ナースとかしてほしいよね。ナースとか
あのなんかナース系とかしてほしい。チャイナ、チャイナとかいいね。チャイナ、チャイナとナースかな。あとなんかバニーちゃんとかもかわいそう、かわい、かわいそうってかわいくなりそう。バニーちゃん、バニーちゃん、あ、バニーちゃんがいいな。なんかさ網タイツとか履いてもらって私の勝手な要求ですけど。嬉しい。じゃあまたなんかお仕事が一緒だったらぜひ仲良くしてください。ありがとうございます。ね、見てくださってて嬉しいわ。恥ずかしい。ハロウィンでさ恥ずかしいよね。ハロウィンはね恥ずかしい。どこまで読んだっけ。アニソンの裏話あればお願いします。アニソンはね、裏話なんだろう、なんかあったかな、裏話っぽいやつ。なんだろう、なんかあったかな、なんかあったかな、アニソン裏話的なの。これなんか取れそう。裏話あったかな、意外にないっていうね。でも一人であれ歌うんですね。それももう本当にぶっつけ本番で一発撮りだったんだけど、みんなめちゃめちゃ緊張しました。冬服ですか。これはさすがに冬服じゃないけど、これこれはさすがに冬服じゃないけど、もう冬服ですね。コートとか着てる。YSS ありがとうございます。好きな食べ物はハンバーグです。ハンバーグが好き、ハンバーグが大好きです。私ハンバーグ、ハンバーグ本当に好きで、ハンバーグはあれば生きていける。うんふん、ハンバーグ大好きです。ともさんありがとうございます。ハンバーグに目玉焼き乗せる。ハンバーグには目玉焼き乗せないかな。私和風ハンバーグが大好きで、大葉おろしハンバーグとか好きだね。とにかく和風ハンバーグが好きで。そう、これさカチューシャに見えないね。和食派なの？和食派っていうこともないけど、眠いの？眠いね。眠いね。おいで、レイちゃん、もっとこいで。和食派っていうこともないけど、でも最近は。モスバーガーとかケンタッキーとかマックとかにハマってる。最近料理はしてますか？あの17ライブさん配信以来してないかな。あ、でも作ったね。なんか家でその結構作ってるわ。野菜スープ作ったりとか、あとチャーハンとかめっちゃ作るようになってね。チャーハン好きになって、チャーハンとか、あと何作ったかな、ハンバーグも作ったね。まあ結構適当にポンポン作ってます。ジャンクですな。いや、そうそうそう、ジャンクフードね、好きになっちゃって。じゃポリスになります。料理配信好きです、ありがとうございますね。こうね、時間がね2時間とかポンって、
いい時間に撮れたらいいんだけど、最近1時間とかね、1時間撮れても1時間半とかしかこう撮れなくて、夜のいい時間帯に。そうだからね、このちょっと落ち着いたら一旦とかね、あの病気になったっていうかさ、なんか咳とか、あの今薬飲んでるんですけど、それがねちょっと落ち着いて、なんか余裕が出てきたらね、やりたいです。めっちゃ似合うねそれ。え、本当？ありがとうございます。早く治る。そうでもね、結構治ってきて、こう息苦しさとかはないんだけど、なんか深く深呼吸を吸うとこう咳が出やすくなったりとか、こう深く息をね、そう吸えないんですよね。吸いづらい、吸えるっちゃ吸えるんだけど吸いづらいっていう、あの弱点がありますね。にゃんにゃん猫、にゃんにゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとあっち行って、にゃんにゃん猫、にゃんにゃんにゃん猫、猫ふんふんふん。お母さん、お母さん、暇、ママも喋って、ママ裸、ママ裸でお風呂上がって裸でこっちに来ました。小声のママさんだ、だってママだって声出さない、もう声 NG だから。恥ずかしがり屋さんなの？恥ずかしがり屋っていうか、恥ずかしがり屋ではないけど、ママはまあ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 って感じです。明日、明日だって、明日寒いのかな東京。今日よりは暖かそう。いや今日はすごい寒かったですよね。あ、東京、え、東京雨なの明日？東京明日雨？東京雨のかな、雨かな。名前を教えてください。藤園レイです。レイちゃまです。レイちゃま。雨で最高。え、雨なの明日？明日雨なの？雨さ、頭痛くなるからね、嫌なんだよね。雨か、雨降んないでほしいな。もうさ、なんか私が生まれてる時は雨の日はやめてほしい。明日雨なの？え、曇りかと思ってた。曇りじゃないの？そう、気圧で頭痛くなったりお腹痛くなったりするんだよね。私結構気圧でいろいろ体調をさ崩しやすいです。これさ、まっすぐこうやってかぶんの？でもちょっと斜めにした方が可愛くない？
台風の時期はひどい。いや本当に。ネックレスかわいい、ありがとうございます。アメリカン警察です。ヘイ。今日は10時までかな。します。後ろの人寝ようとしてる。ハチさん寝てはいけません。寝てはいけませんよ。セクシーだって、ありがとうございます。でもさ、めんどくさいからこうします。ブルー、寒くない？最近ほんと寒い。ブルルルルルル。いや、ハチはほんとに秒で寝るんだよね。ルルルルルルルリー。いや寒すぎ。散歩って何分くらい？でも雨の日とかは散歩行けないけど、散歩っていうかドッグランとかに行かせるのが多いかな。でも普段は30分とか20分とかかな。レイちゃんが寝たらハチも寄ってくる。え、寄ってくるよ。てかずっと近くにいるハチ。寝るときは絶対来るね。頭の上にいるらしい。でも頭にいるの、頭の上にいるのってね、自分より立場が上だって思ってる証拠なんだって。もう眠いんだよハチは。あ、そう、ハチは私と一緒に寝てます。朝起こされない。いや起こしはしない。あ、ハチはあの私たちが起きないと起きないね。逆にね、ハチは私たちが起きないと起きないよね。ハチはね、人間でいうともう23、4歳とかです。でもね、まだね2、3歳なのにね。そう、人間でいうともそうなっちゃう。これ可愛いんですよ。もうズボンなんですけど可愛いよね。これベルトついててさ、でも超ミニなの。ここお尻の下だよ。ここお尻の下見えるやん。お辞儀したら見えるやん。って話なんですよ。危ないよね。このお洋服危ない。タラリラリラ。ちょっとさ、足疲れた。足疲れたからさ、危ないので外で着ないように。いやー、それが外で着るんですよね。ごめんなさい、ファンの皆さんには見せないんですけど。あ、ちょっと一個ハッピーハロウィンって書いてる。ほら、ハチ来た、見て。みんな振り向いちゃう。いや本当。そう。あ、服映っちゃった。
そう、なんかさ、もう服がかかりきらなくて、あのあれに、なんだっけ、クローゼットにさかかりきらなくて、あのそこに設置したもん。髪マジ邪魔なんだよねこれ。どうしたらいいの。帽子かぶってくる、めんどくせ。ラック変えました。毎日別の服を着ていますか。なんかあの この服、あちょっと待って、これでいいや。あ、この服でこの人と会ったなとかっていうのがあったりしたら、あの着ないようにしたりするかな。でもその日、まあ、A さんと遊ぶときに、あこの服着たな、でも B さんと遊ぶときは着てないなっていうときは別々にします。服か、服かぶんないようにする。なんか、あ同じの着てると思われたくないから変えますね。そう、でも本当に1回しか着ないで、もう今ずっと着てない服とかが多いから、今年の冬はもう買わないようにしようと思うんだけど、毎年買っちゃうんですよ。そう、それはあるね。だって本当みんなもあるな。AB さんになりたいだって。いやー ABCD ぐらいまでいるけど、毎年可愛いの出るね。いやそうそうそう、メンバーと交換するとかだって。そんなするの、逆にしてるの、みんなメンバーしてるの、そういうこと全然聞かないんだけど。前ジャパンさんありがとうございます。ニキビできた。ほくろかと思った。本当？さっき潰しちゃった。なんか肌荒れがひどくてさ、どうしたらいいの。あ、最近は早く寝てますか。どうだろう、でも本当に日によってですかね。最近っていうか、もともとずっと12とか、まあ、学校が朝6時半とか6時とかに今まで起きてたから、その時はもう本当に9時とかに寝たいぐらいだったけど、頑張っても12時とか、宿題とかしたら12時とかだったから、12時に寝て6時に起きてとか、1時までには絶対寝てたけど、最近はねお仕事とかなんかあったりとかで、前よりは寝る時間遅くなったりとか、逆に早くなったりとか、その次の日のお仕事の開始時間によって、前の日の寝る時間を変えてるかな。変えてるとか、早く、早起きだったら早く寝るしみたいな、こういう感じでしております。今日キュルキュルじゃない、おめめ。そう、不規則だね結構。あと7分、
みんな今日の今日聞きたいこととかないですか？質問たくさん答えます。あ、そうそう、なんかさ、なんだっけ、インスタのさ質問ストーリーで、質問返しますみたいな言ったんですけど、あ、いた言ったんですけど、そのさ次の日のお仕事がずっと一日中で、でやろうと思ったんですけど、もう消えてて24時間、だから返せなかった、ごめんなさい、超申し訳ないと思って、でもね、見ました。でもなんか10月って書いたから、もう10月終わるけどっていうあのコメントが多かった。ごめんね。そうだから、その代わり755を最近ちょくちょく返したりしてます。それ書いた書いた人がいます。そう、まあ、6000人、6415人、ありがとうございます。みんな見てくれてありがとうね。やっぱ夜だと見てくれる人が多くて嬉しいですね。ありがとうございます。すごい、今眠い、寝れます。今目閉じたら寝れそう。一回目閉じたら寝れそう。寝れそうです。お母さん。なんかどうぞ、私のちっちゃい時のエピソード。産んだんですよね、私を。産んだんでしょ、早く。お母さん元気ですか、だって。はい、だって、いと、ま、だほらみんな聞いてるよ、ちっちゃい時のエピソード聞きたい聞きたいって。いきなり成長したみたいになるじゃん、そんなないバナーポッターさん、ありがとうございます。車に乗ったらすぐ寝てたらしいです。今は寝ないけどね。寝てないよ、寝てないよ。あ、そうね。いや確かに布団に入ったら、でも私結構寝つきめっちゃいいよね、レイちゃんね、うん、レイちゃんはめちゃめちゃ寝つき、レイちゃんはって、あの家でレイちゃんって呼んでるんですけど、レイちゃんのび太くん、レイちゃんのび太くんだよね。あともうないですか、あともうないですか、ママは運転上手。いや、そう、ゴールド免許、でも私が取り消しました、ゴールド免許それも仕事、私が仕事帰りの時、いや行く時が、仕事に行く時を迎え、あの送ってもらってて、仕事場まで空港まで送ってくれてて、ロケバスでは、え、寝てると思う、無意識に。シートベルトだったね。でもさ、他の警察官の人はさ、普通は止めないけどねって言ってたよね。
後ろの人見逃すって言ってて、懐かしいね。じゃあランキング読みたいと思います。13位、アンジュヨンカムパンガッタさん、ありがとうございます。12位、バボロシさん、ありがとうございます。11位 B さん、ありがとうございます。10位 YSA さん、ありがとうございます。9位セッキーさん、ありがとうございます。8位ハウス、ありがとうございます。7位ブケニャンさん、ありがとうございます。6位ワタボーさん、ありがとうございます。と5位ウホウホホさん、ありがとうございます。4位ライムさん、ありがとうございます。3位はキヨシさん、ありがとうございます。2位はマックスさん、ありがとうございます。1位はカーク大佐さんです、ありがとうございます。前ジャパンさんかな、ありがとうございます。ハッピーハロウィーン。スクショ撮ったよさっき。じゃあ来て、こっち来て、カメラ持って。危ないよマジで、こうやって、そう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 、こうね。はい、スクショお願いします。あ、もうちょっとこうかな、漏れる。リスレイちゃん、バイバイ。